こは記憶にない。よしなあみんな、あ、うん、いいか、さっきやってくれたことには感謝してる。水の剣な。でもな、これ以上この虫女についていくなんざ完全に馬鹿げてる。ロケット黙れ。霧の化け物、岩ゴリラ、でっけえ滝、滝で濡れるのは仕方。いや、もうやめて、もううるせえ。こいつはな、現在地も目的地も分かってねえ。何を探してんのかすらも。マンティス、今ってどの辺？真ん中くらい。分かった分かった、行かれてるよな。あの子も行かれてるかもな。だからって諦めるのか。俺はみんなを誇りに思ってる。今までこんな一生懸命になったことあるか。ああ、みんなに感動を与える未来だった。出会ったばかりの頃を考えてみろ。ああ、お前はチンケで貧乏な二流海賊だったよな。その通り。お前もしょぼい賞金稼ぎ、俺と同じくらい貧乏で怠け者で自己中。必死になるものといえば目先の金、酒、強盗。そいつのどこが悪い。悪くないけど、でも今回は自分たちのためじゃないだろ。ドラッグスのためにここまでやってきたんだ。あいつはデストロイヤーでも乱暴な罪人でもない、俺たちの友達、ドラッグスだ。それにガモーラ、君は復讐のために銀河の果てまで旅をしたよな。それはきっと敵を追い詰め痛めつける血塗られた旅路なはず。だから今はいい気分だろ。大切な人のために頑張るなんてさ、ほんといい気分だ。で、グルート、私は別にいいってよ。いや、言わせてくれ。お前から学ぶことはたくさんあるんだ。文句とか言わないし、あ、いや、言っても俺は気づけないんだけど、でも基本そうだろ。そうやって支えてくれてる、そんな俺たちが今こうして助けを必要としてる仲間のために死の洞窟に挑んでる。チームとして成長してる。俺たちはチーム、家族なんだ。それがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだ。イエーイ。いいスピーチだったぜ。なぜ止めてくれなかったんだ。取り抜けたからだよ。ピーターにしてはまあまあのスピーチだったし。また元気そうなドラッグスが見られて何より。いや、あなたたちの影は決して止まらない。決して死ぬこともない。その源を壊さない限りは。めんざりさんだよ、ピーター。また倒した。
見えるか？よし、あそこならいけるぜ。いけるよ。期待できればいつでも。痛くはない。よし、それじゃこいつをぶっ飛ばそう。もういつまで足止めてくるかわからない、ピーター。よし、これでどうだ。うまくいったか。なんかそんな感じがするぞ。じゃあなんでまだ戦ってるの。自分たちっていうか、あいつらと。霧の源の半分はやった。それでは僕を引き立てないと。なくそ、あんたたちの見てだ。別の突破口を探してくれって。次は何、ピーター。ビシビシだ。ぶっ飛ばしてやる。自分で言うのもなんだが、邪悪な俺って超イケてんな。あんま入れ込まないでね。とどめを刺すのは殺すんだから。担当がローサーだ。僕は国とどめを刺しておいて。わかったか、クルト。わかった、わかったから場所を教えろ。クルト、任せたぞ。全方位警戒して。向こう側にもう一つ隙間があるよ。でもねえ、講習だ。あの顔をたまらせない限り基本も止まらないよ。あともう一発ぶちかませばいける。ダメだ、水があるだろ。ピル、無理だ、これには無理。ポケット、無理だ、追い続けろ。そうじゃ終わらないんだ。もうとっくに誰かしら刺されててもいいくらい。あ、もうちょい。ダメだ、やめろ。助けるには、あなたたちの元々を壊すしかない。なんだと。わかった、どうだ。あの塔をぶっ壊すんだ。私の手に全力で行け、ロケット。無理やられた。いつもこうして始まる。ちょっと泳ぐだけだよ。フルートのためだと思って。何楽しいのは銀河戦争以来。気をつけろクイル、あの女は敵にもついてた。俺の場合陣営関係なく吹っ飛ばすけどな。クソ野郎どもを吹き飛ばすのは最高だぜ。あんな奴ら気にするな。俺たちの気をそらして調子を狂わせるつもりだ。俺はこれ以上奴らの作戦に乗ってやる気はないぞ。誰かピーターの言いたいことわかった？みんな行くぞ。吹っ飛ばせ。これはモズモズ君が自分の恐怖を乗り越えなきゃいけない未来なの。それか、こんな毛を全滅する未来なんじゃねえのか。そんなのダメだろ、ロケット。ロケット、とにかくやってみろ。別のやり方があるはず。頼むよロケット。俺はナイフから爆発しないと倒れない。ロケット、嫌だ。溺れてるくらいからこっちから死んだ方がマシだ。死んだらダメだろ。そうならずに全てがあるんだ。
ム頼む。行けロケット、お前ならできる。大丈夫だな、マジス。マジス、ロケット、どうだ。まだ生きてるぞ。あんたがあそこまでしてくれるなんて。そりゃダチの命には変えられねえ。ロケット、お前、ね、さっさとドラックスを助けるぞ。近いよ、とてもとても近い。ここに飛び込めってこと？何があるのかはわからないけど、この下なのは確か。いいぜ、こんだけずぶ濡れになって手ぶらで帰ってたまるか。ドラックスの治療だけど、ついでに少し。ああ、そうだ、この場所、ここら辺で見つかるって思ってた。やっと探し物が分かったのかよ。消えぬ傷を癒さんとする哀れで困ったものよ。ここにいればね。なんかヤバいもんの餌にされるぜ、間違いねえよ。戦うことになるかな。多分あなたたち話し合いがあんまり上手じゃないから。今んとこはマンティスの言う通りになってる。どこが？クソみてえな洞窟の中でくせえ沼を見つけたことかか。それ確かに言う通りだったな。ありがとう。カマの僧侶団がラメンティスに定住したのはここが癒しの場所だから。そうそう、魂の癒し。ドラックスにサクロサンクトへ連れてかれずに済んだのはマンティスのおかげ。その通り、マンティスは信頼できる。着いた、癒しの光のふるさと、治癒の源、レイカーの力の根源。これ何かの繭。やっぱ俺らをでかい虫の餌にするつもりだって。それか。なんだ、キモ。このキモい繭に入るのはドラックスだけでいいんだよな。羊飼いが新たな羊を見つけたか。愚かな信者ども、
なんで？この領域を犯した大罪を償ってもらう。抑えることはできる。消滅するがいい、侵入者。ああ、この未来か。さあ、緑の人、起きて。見つけたぞ。この不安定な邪気は何だ。あなたの内側から出てきた醜い存在。みんな、この人がアーロン・ウィッチクラフト。いや、違う、エイデン・ウォーソック。アシュリー・ウォーソー、アダム・ウォーロック。それ、黄金の神の人。待て、こいつがレイカーの神聖な、なんとか死人にしちゃ元気そうだ。牧師に送り込まれたのではないのか。はあ、レイカーの仲間じゃない。あいつを倒すつもりなんだ。ねえ、味方。さあ、ほら入って。来て、ここまで来たらもう安心。レイカーは銀河の半分をイカレさせたんだ。俺らの友達も。お前の代わりもいる、若くて青い肌ので、助けてくれるの？あんたはドラッグスを治せるわけ？我が力は本質的にはガンだ。二度と犯さぬと誓った愚行だ。誰か通訳してくれ。助けねえって。私にできるのはこうして隠遁すること。今回はそれはダメ。バラバラのかけらを集めてみんなをパズルに近づけなきゃ。そのパズルって？もちろんこの中。おい待て、もっと話し合って。なんだよこれ。2001年、宇宙の旅みたいだな。